こんにちは。熊本のバスを走るの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は立ち岡駅に来てみました。実はですね、この映像撮ってるのもう釣りしてる途中なんですけれども、朝5時半6時ぐらいからもう来てまして、朝のプライムタイムを、1秒でも長く釣りたかったので、もうオープニングの動画を撮らずにそのまま、釣りしてるっていう感じですね。今が11時ぐらいですので、ちょうど昼前で日も、上がってきたところです。じゃあ早速ですね、朝からの釣りの様子を、ご覧いただけたらと思います。最後まで、動画をお楽しみください。連日の雨で結構濁りが入ってるかなと思ったんですけれども、まあ言うほどそこまでひどい濁りは入ってないですね。ただなんか減衰傾向にあるのか、ちょっと水が減ってますね。そうです。あ、そうです。あ、見てくださってるんですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、そうです、そうです。釣れました、今日。え、本当ですか。あの、幼稚園が、保育園？あ、本当ですか。おお。すごい。え、いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。これを三掛け？後ろからですか。うん、後ろから。じゃあ爪がこう。はいはい。じゃあ投げて着底させてちょん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 。ちょっと斜め感じでこう横に引っ張るぐらいで。はい。でほらちょっと。テンション緩めたら、はい、わーっと浮き上がる。はい、その時が結構。マジですか。ありがとうございます。ちょっと使ってみます。ありがとうございます。いただきました。ありがたい。ありがとうございます。お疲れ様です。先ほどですね、この動画、このチャンネルを見てくださっている方から、これは釣れるというワームを1個いただきまして、ちょっと使ってみたいと思います。初めて使うタイプのルアーなので、どんなものなのかなとちょっと楽しみなんですけど、ちょっと1回使ってみたいと思います。まあ、教えてもらったワームなんで、まあ、ちょっと名前はあえて言わないでおこうかなと思います。まあ、見る人が見たらすぐ分かると思うんですけれども、こういうワームですね。いやー、こんな朝から来てるのに釣れないっすね。マジかな。
移動します。あれ、つれん。こんなはずでは。マジか。ちょっと移動しよっかな。あ、来た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 、おっしゃ、あ、バレた、あー、マジか。あ、でもこれ釣れるな。初めてバイトがあった。なるほど。へー、あ、来た来た来た。え、マジで？あ、これはギルか。あんだけバイトがなかったのに。うん、ちょっと移動しよう。あの1階のバイトが欲しかったな。おほほ。やった、サイトで釣れた。よし、サイズは20、30ないぐらいですけど、え、釣れた。てか、あのバスがめちゃくちゃ浮いてて、まだ釣れないかな。バレた。今のドリフトで食ったね。マジか。やばい、デカバスめっちゃうじゃうじゃいる。マジか。上がってきてるんかな。
すっごい、めっちゃバスがおる。やばい。うん、場を荒らしてしまった。ああ、日本バラしたのは痛いな。多分また入ってくるんだろうけど、タイミングは分からんですし、一回一個諦めようかな。ああ、釣れないな。この釣りめっちゃ苦手なんですよね。でもこれでしか釣れない魚がやっぱりいますし、やらない手はないんですけど、苦手です。来た。よしよしよし。おお、でかい。あ、でかくなかった。よいしょ。やった。よいしょよいしょ。へい。あ、よかった、釣れた。ヤマタヌキですかね。これ、サイズはちっこい方。ありがとう、釣れた。いい、ありがとう。ちょうど12時ですね。苦手な釣りだけど、なんとか釣れてよかった。これを繰り返すと自信につながるんですけどね。それでもやっぱりこの釣りはあんまりやりたくないです。僕の性格に合ってないです。今の釣り方は、ですね、ちょうどこの辺りぐらいに、段があるんですよね。落ち込み。で、その落ち込みの、この際についてるバスっていうのを、ひたすらもう、この、ヤマタヌキを、ボトムジャークさせて、じっくり攻めて、っていう感じで、やっと釣れた一匹ですね。昔は線香とかでやってたんですけれども、ヤマタヌキの方が自重が重いので、まあ、扱いやすくてボトムも取りやすいということで、最近よくこれ使ってます。ああ、よかった、釣れた。
お腹すいたんでもう帰ります。お疲れ様でした。はい、ということで、まあ、お昼になってですね、お腹が空いたので、この辺りで釣り終了したいと思います。今日は朝から釣りやっててですね、まあ、結構バラシが多かったんですよね。それがあればもうちょっと数が伸ばせたかなと思うんですけれども、まあたらればの話ですので次につなげていけたらなと思います。あ、そうそう、朝一で、お声かけくださった方、ワームをいただきまして本当にありがとうございます。自分ああいったルアーを使ったワームを使ったことなかったので新しい発見がありまして、また自分の釣りにフィードバックできそうな情報を多く得られましたので本当に感謝してます。ということで今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。